だってどうなの。でも昨日行ったよね、ここか。なんかここ行ったな。なんか いたよね。いっぱいいる。なんかこの辺なかった。謝られちゃった。あ、これ取ってない？どっち？え、取ったじゃん。さっき光ったの気がしたんだよ。これなんだ。ここに次うわ、筒なの？なあ、あれなの？え、つついてんのか？ああ、やってもうた。ん？知った？ナマズゲット。ナマズだった。え、これ影なのか、魚じゃないのか。え、魚じゃないの？魚じゃないの。あ、一匹あれ魚が？あ、魚なんだ。え、今つついてたの？どういうこと？いや、つついてたのが沈んだ後じゃないの？え、沈んでんのあれ。え、めっちゃ難しいじゃん。いや、めっちゃ難しい。これより沈んだ時あるんだ、一瞬。やっぱ今の。あれ？でも光ったのだろうって。キラキラってね。うん、違うぞ。こっち行くとどうなの？あ、美味しい。あ、光ってる。ん？よし。セミだ。あれ？あれ？油ゼミゲット。ダンゴムシか、ダンゴムシ。え、光ってないんだって。光ってないけど。なんか調べるとある？なに？水の、あ、開く。そんなところかな。変化球で水なゲット。まだあんの？なんだ、あんだもん。水いっぱいあるじゃん。うん、あれはもうあったし、調べるって言うあそこ通れんの？え、魚の影、あれ魚？え、あれ魚？魚だ。あ、今のか？何？やりたがる。やりたがる人いないの？今の魚の陰影かどうかが難しい。いないの？いないっぽいの。じゃあ、そうしようか。どうやら扉が開きません。どうすればいいのかな。え、誰？ちょっとどうする？誰かに聞くのか？ん？なんだっけ、自分で。しんのすけ。
ちょっと40円ゲット。いただきます。その辺から拾ってきたやつでしょ。そうだ、そっち、これならこっちなんだぜ。人参とかね、あるはずないよ。あ、なんか美味しそうじゃん。しそだった。しそ以上に生えてるけど、何するんだ俺じゃ。もう体力がない。肉があるじゃん、なんとかなんとかないの。いや、え、どうぞ、歌にもないよ。あ、死んだ。どうなっちゃうの。どうなっちゃうの。山田、一日終わった。強制送還。なんか光ってる。なんだ、バッタ系だよね。ひなバッタゲットです。何時間経ったの。あ、夕方になってる。な、光ってる。何、8じゃない。あの、アブ。あ、アブだ。アブゲットです。いや、夕方になってもうた。イエーイ。また倒れてしまう。調子に乗ってると。早くしないと。師匠にも話しかけていくかな。それだけ？また倒れちゃう、倒れちゃう。夕方になったらとか魚とか違うのか？あれ？まだ行くかどうかわからない。これ違うな。まあでも新聞社の話に聞いて、新聞ってどうやって作るの。もうだいぶ。もう新聞どうやって作るの。今日はどんな記事。見て見て。なかなかの記事だ。素晴らしい。どういうこと。そうか。なんでじゃあ評価が悪いの。わかんない。ああ、230円もらえた。ありがとうございます。誰もが面白い記事を求めている。しんのすけくんも我が新聞社の発展のため頑張ってくれたまえ。どうか。乗ってる記事を。今新聞社の状況はこんな感じ。あ、そんなの見えんの。新聞が大躍進。売上がすっごい伸びてるよ。しました。大活躍だね、しんちゃん。あと300ないか。いや、迎えに来られちゃった。シロはどうやってここまで来たんだ。貴重な2日目をぶっ倒れて終わるっていう。カレーライスだ。夕飯いただきます。
100万ですか。微妙に綺麗だね。綺麗。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんかそのロープウェイみたいなのある。これもいいじゃん。夜では外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから声をかけてね。ふえふえかけたぞ。え、出ちゃっていいの。いつもより高く舞い上がると遠くの地平線が少し丸く見えます。え、そうやって聞くの。彼の友人たちは口々に忠告します。そんなに高く飛ぶことは危ないはずだ、やめたまえ。彼が翌日もまた同じことをすると、今度はもっと高く高く舞い上がり、隣の大陸の海岸線が白く光るのが見えました。ちぐ、子供の子の似ても色が濃すぎる。聞いてたら何かあるのか。高い空は空気が薄く、飛ぶには危ない場所でした。成層圏の雷雲を通り抜け、落ちてきたところには仲間は誰もいませんでした。そこは隣の大陸だったのです。原っぱに雷の意外に長いね。道木が立っていて、彼はその枝に止まってじっと仲間が来るのを待ちましたが、でも誰もやってこないのです。その原っぱの周りには険しい山もなく、嘘でしょ。見えっこないじゃん、こんなの。スルスルっつったって。え、サバいる。あの、一匹気づいたね。え、な、いたの。え、どれ。ヤモメ。あれ、ヤモメってあれだったっけ、なんか入ってたっけ。お小遣いね。何ピークルいるかな。あそこにいるよね、なんか見えない。また知らない魚。知ってる魚じゃん。光んなくていいから。いない。
くよ。どうなんだった？え、やべやべ。あ、もう出るぞ。大釜がギリゲット。あ、どうしてるの？あ、あれ。あ、なんか、あそこ入ってるじゃん。人か？イエーイ！あ、俺どういう時期なのか。なんだ？あれ、この石のところどうやったら、石でも動けないっつったよ。道が今のように覚えられない。ん？雪。か。なんかね。な。なんか怪しいお兄さんがいるぞ。そう思いながら、しんのすけは思い切って自己紹介してみました。なんだ、一郎の家の隣に居候したのだ。俺は二郎。キッチンとかラーメン屋は無関係だぞ。豆小金ゲット。怖い。あれ、こっち行くとない。あ、来たぞ。うん、覚えられない。夜遠くへ行くのは怖いから、この辺りで引き返しましょう。いや、どうせそこ歯医者が、歯医者が。いや、夜だったら歯医者怖くないよな。より怖いよ。ん？店やってんの？まだやってるね。買えないって。ガキンチョは強制来たんだ。はい、おやすみなさい。かわいい。めっちゃ星きれい。うん。今日から朝の体操にダラコちゃんが加わります。なんで？よし。ダラコ、急にどうした？本当だ、今のサボってたじゃん。